シェアタケ再現アドバイザーの高木です。今日は病害虫予防に大切な白菜の10月の、下葉処理について少しお話をさせていただきます。多分ね、白菜もう苗を植え終わって順調にね、今活着をするのを待ってる段階ぐらいかなと思いますけども、私も毎年ね少し白菜はやります。でやはり白菜は12月になるとね、そのかみさんなんかはいつ白菜ができるのというふうに待ち焦がれるぐらいですね、年末年始の食卓にはね欠かせない食材でもあります。ぜひね、皆さんも虫にねやられないようにしっかりとした白菜をね一緒に作っていきましょう。10月というとお世話の時期としては非常に重要で、いよいよねこれから徐々に結球が始まり大きくなっていきます。その時にね注意したいのは下葉の管理や害虫予防になります。今回は白菜栽培において10月にね注意していただきたいポイントをいくつかご紹介したいと思います。はい、それでは行ってみましょう。それではね実際に畑にある白菜を見ていきます。実はねうちは今回は種から栽培してみようということで今やっています。少しね植えるタイミングが遅いこともあり、白菜のサイズはねまだ小さいですけども、苗から植えた皆さんはすでにねかなり大きくなっておられる方もいらっしゃると思います。そこからが重要なチェックポイントがありますのでご紹介しておきます。こちらねちょっと白菜見ていただきましょうか。ちょっと遅かったこともあってまだまだ小さいですけども、まあ一応立派に白菜の形になってます。ちょっと開けます。このようにねだいぶ外葉が大きくなってきて肥大化をね始めています。生育初期のね虫食いの髪跡、これなんか多分一回やられてますよね。その後なんかありますね。他の葉はほぼ大きな問題はないと思います。これからね10月に入ると真食い虫の被害もだいぶ減ってくると思います。まだこれぐらい小さいうちはこの成長点ですよね、これをよく見ておきましょう。害虫がいないかねこのようにちょっと葉の裏表見ていただきたいと思います。ということで白菜の状況を見ていただきました。白菜のこのね下葉処理というのが今後重要になってきます。なぜね下葉処理これがね重要かというのをご紹介しましょう。まず基本的に下葉これを残したまんまにしますと、当然そこには、腐敗した葉っぱが残ります。そこら辺の匂いを嗅ぎつけて害虫が寄ってきますと同時に厄介なアブラムシなどが当然ですけどもそこにまた寄ってくるという悪循環が形成されてしまうと。で、下葉を置いたままにすれば当然ですけども風通しも悪くなるし、アブラムシにとっては居心地がいい場所になってしまうということがあるので、下葉についてはなるべくもう枯れてるようなものがあるなと思った段階でもどんどん取り除いていただくということが大事なポイントになると思います。またね先ほど言ったその通気性、いわゆる下葉がガチャガチャになっちゃって通気性が悪くなると、これはまた病気の、ね、発生につながります。ですのでやはり株元はこの白菜だけじゃないんですけども通気性を常に良くしておくということが大事なポイントになると思います。ただしね一つだけ気にしていただきたい点もあります。むやみにね下葉をどんどん取ってもいいわけではありません。白菜の結球についてはこの外葉が大きな役割を果たします。この葉っぱがねどんどん光合成をすることによって結球が促進されるという効果があります。ですから多少ね枯れていたから取っちゃったというのはちょっと危険なところもあります。完全にね枯れているというのを確認してから取り直してください。このようになんとなくまだちょっと青みが残ってるような葉っぱ、これはまだ残しててもいいと思います。このようにね完全に枯れてしまっているものは取り除いた方がいいと思います。では取っています。はい、このように取っていただいた方がいいと思います。またねこのマルチにベッターともう葉っぱ自身がついちゃってるようなもの、その葉っぱも取ってしまった方がいいと思います。生き生きとした葉っぱであればね残してもいいと思いますけども、多少枯れていてこのマルチにベタッとくっついているようなもの、これは取っていいと思います。判断がねそこらちょっと難しい部分でもありますけども、この葉はね完全に枯れるなというふうに思ったものから順番に取っていきましょう。続いての作業をご紹介します。マルチの上をね綺麗に整えておきましょう。栽培してるとねどうしてもねこのように土が覆いかぶさってきてしまいますね。なるべくならねこの土は払っておいていただいた方がいいと思います。ここに雨が降ります、その雨が湿らせた土がここに残りますと、当然ここら辺は湿度が高い状況になることになります。
と当然白菜にも悪影響が出てくるということにもつながりますので、なるべくこのようにマルチの上は泥を取り払ってきれいにしておくということもポイントの一つになると思います。泥はねがね葉の裏などに付着するとそこからね病気が発生したりすることもあります。それをね、ぜひ注意してみてください。また、成長点付近にね泥がびっしりとついてしまいますと、成長にもね悪影響を及ぼしますし、きれいな白菜がねできないこともあります。要注意です。3つ目です。害虫対策です。白菜を今後大きくしていくためにはこのね害虫対策が非常に重要です。今回ね3つぜひ注意していただきたいものをご紹介します。1つ目はヨトウムシですが、特に注意したいのが成長点付近のこの中にね潜り込んでしまうことです。この後結球が始まりますので、万が一その結球の中に入ってしまいますと捕殺できなくなりますので要注意です。まずね葉っぱにもし穴が開いてるとか、この地の上に糞が落ちてるとかいうものがあれば、そういうものがいる可能性がありますので注意した方がいいと思います。小さいうちはね青虫のような状態なので、まず葉っぱをねチェックです。その後ねこのマルチの中ですね、これもちょっと見ておいておいていただいた方がいいと思います。2つ目はねアバラムシです。まずねこういったこの葉の裏をチェックしましょう。まだね、いないようですね。10月に入りますと突然ね、アブラムシが増えてきます。このアブラムシは葉っぱの裏側にね、つきますので、これが増殖しないように、このアブラムシについては日々ぜひ点検作業をしていただきたいと思います。アブラムシは倍々のスピードで増えていきます。要注意です。最後はハムシです。葉に小さな点がたくさん開いている場合、皆さんね幼虫などを疑うことがあると思いますが、多くの場合ハムシがね、原因の場合があります。このハムシは小さくてなかなかね撃退が難しいんですけども、筆などにね糊をつけていただいて、ペタペタとね葉の上にいるハムシをこう捕殺していただきたいと思います。ということでね、気をつけたい害虫をいろいろご紹介しましたが、基本はね週1回程度でねいいと思います。唐辛子焼酎をね引っ掛けておいてください。2つ目に捕殺ですね。3つ目、しっかりと防虫ネットをかけてください。この3点がね基本だと思います。ということでね、唐辛子焼酎液をかけて防虫ネットをかけておきたいと思います。はい、でやってみましょう。唐辛子スプレーはねかけすぎても NG です。ちょっとかけてみますね。このようにね表面と裏にもう一吹きでいいと思います。かけてみてください。はい、最後にね防虫ネットをしていきます。防虫ネットはねこのようにパッカーでしっかりと留めてください。このようにね防虫ネットの裾を土でしっかり埋めていただくということも防虫ネットを設置する際の大きなポイントになります。ここまでねちょっと細かいことを言うようですけども、可能な限りやっていただきたいと思います。今日は白菜の下葉処理と10月のお世話についてご紹介させていただきました。この動画が役に立ったという方、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。それでは。